本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。この時間は日本対ナイジェリア、こちらの一戦をお届けいたします。日本国国歌お聴きいただきます。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね。やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいというところですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね。はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここが機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってきますよね。まず前半見ていきましょう。日本対ナイジェリア、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドをご紹介しましょう。左から右に日本、反対側右のエンドからがナイジェリア。さあ左へ預けて、サイドを使います。スルーパスを狙う、来たか、どうだこのシュート、立ち上がりまず最初のシュートを打ちました。この試合初めてのシュートを放ちました。激しいボールの奪い合いです。森田、吉田へ、柴崎、長友から長いボール縦へ、柴崎へ、素早いパスで攻め上がっていきます。うまいですね。チェックを受けながらのドリブル、長友、柴崎、組み立てながら攻め上がっていく。これは合いません。縦へ送る、森田、さあ一気にカウンター。さあつながるか、吉田、このボールに触ります。スペースにいいボール出たんですけどもね。大迫から鎌田、大迫、さあどうする、柴崎、ここで前を向けるか。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。
細かくパスをつないで攻め込んでいきます。プレッシャー来た、ミドル止めた、すごい反応を見せました。そうですね、ナイスキャッチですよね、しっかり押せましたよね。原口、裏へ届くか、ここ来ましたよ。鎌田、体強いですね。あー、これファール、うーん、取らないですか、レフリー。日本は前半まだシュートまでいけていません。パスでつないで攻め込んでいきます。ナイジェリア、ここで受けて、さあどこに出してくる、これ仕掛けるか、激しいボールの奪い合い、仕掛けるか、チャンスシュート、クリア、このピンチをなんとか出します。ルーズボール、ボールを追っていく、クロス合わせてくるか、大迫、カウンターを仕掛けていきます。いいボール入りますよ、抜けるか、鎌田、スペースを狙う、 いいボールだ、これはクリア、スルーパスを狙う、柴崎から大きく縦、チャレンジはしません、後ろに流す、キーパーから前線へ、ナイジェリアが最終ラインまでボールを下げる、大きく前線に入れます、サイドへ、酒井、このボールをカットします。吉田、ここでファールがありました。ここを拾って次につなげたい日本、ボールを下げてリズムを作るか、柴崎、吉田から縦へのボール、チャレンジはしません、後ろに流す、大きく縦へ、どうする、前半29分が過ぎました。柴崎、ここはいいプレスで奪います。大迫、日本が最終ラインまでボールを下げる、幅を考えたいい展開ですよね。長友へ、素早いパスで攻め上がっていきます。強さありますよね。ドルーズボール、素晴らしいパス、
シュート。いやー、おっと、きた、シュート。クロス、ちょっと浅いか、このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。ナイジェリアボール、長友、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。大迫、さあカウンタースピードを上げたいところ。鎌田へ、鎌田サイドを使う、大阪からサイドのスペースへ、素晴らしい連携、中央へ、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。森田、酒井、森田へ、鎌田へ、鎌田から右へ、原口、うまいですね、絶好の位置、原口に渡る、さあどこに出してくる、森田へ、原口、森田、一気に前線にボールを送る、このクリアボール拾いたい、届きましたよ、チャンスになる、どうだクロス、キーパー触る、森田から右サイド、ここで長いホイッスル、前半終了です。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。日本としてはまだシュート1本も打ってないんでしょうね。シュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。日本対ナイジェリア、両チームスコアレスで折り返します。さあ後半スタートです。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。チャンスを演出できるか。精度の高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。柴崎、ミドル。日本はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。縦へのボール、森田、
柴崎へ。吉田、長いボールを送ります。柴崎、長友へ、また中央へ、大迫に渡る。チャンス、裏を狙っていきます。これはチャンスだ。シュート、決まった。先制、ナイジェリア。後半に入ってゲームが動きます。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこうゴール奪っていくぞっていう勢いのあるようなスルーパスですよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。ナイジェリア、精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。はい、鎌田、アーチのようなパス、この位置でボールを受けます。一旦前を取る。さあ繋がるか。いいとこ入りますよ。ワンツーを見せる。中は枚数いる。柴崎、日本はここまで全体的にまだシュートが少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね、もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので、主導権を握る意味でもシュートで割ることを大事にしたいですよね。鎌田、裏へのスルーパス、組み立てながら攻め上がっていく。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては抑え込まれてますからね、一つ一つのチャンスを大事にしたいところですね。特にカウンターのチャンスを逃さないようにしたいですよね。サード、ミドル、いやこのシュートは外れました。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。長いボール縦へ、酒井、酒井へ、原口、スルーパス、原口から鎌田、上げてくる、どうだ。このクリアボール次へつなげたい。日本としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。もう一つ前に行きたい。ボールのこのパス、この位置で受ける。チャンスを演出できるか。さあ左サイドへ、原口、富安へ、吉田、森田からのフィードボール、これはなかなかこじ開けられない。
大きく縦へ酒井、ボールを下げてリズムを作るか、長いボールを送ります。原口へ、柴崎、さあ左へ預けてロングフィードで狙う。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。柴崎、長友へ、前線へ大きなフィードです。縦へのボールクリアです。長友、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。鎌田、柴崎へ、柴崎、後半ももう3分の2が経過しています。寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。さあどこに出してくる日本、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。日本はここでベンチに動きがあります。原口、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。長友、ナイジェリアがかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどもね、その逆は失点やファウルのリスクが高まるピンチのシーンがほとんどですからね、とにかく裏に抜け出されないようなポジショニングを心がけるような指示があったんですよね。ポジションが全てっていうところですね。そうですね。富安から大きく縦、南野、森田へ。日本は残り少ない時間をなんとか生かしたいところですよね。そうですね、もうパワープレーで仕掛けてこじ開けていくやり方がいいですよね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね、そこを詰めたい。打つ、日本同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いやー追いつけるチャンスでしたけどもね、惜しかったですね。柴崎、ミドルシュートでした。大きく縦へ、素早いパスで攻め上がっていきます。柴崎対応します。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。大事に行きたいですね。ここ長友、パスでつないで攻め込んでいきます。日本抜けるか、どうする。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。さあ左サイドへ、裏のスペースを狙う。一瞬のクリアですよね。ナイジェリア、もう無理にはいきません。少し
時間を考えてのプレーですよね。組み立てながら攻め上がっていく。緩いボール、どうする、抜けてくる。ここはすぐ奪い返します。日本もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。ここで笛です。1対0日本敗れました。1点に泣きました。さて北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。日本としては動きなんかを見ていてもそれほど悪い印象はなかったんですけどもね、後半にできた一瞬の隙を突かれてしまいましたね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。日本が1対0で敗れてしまいました。